ドリームカムツリー2016定格となりましたので、ステージイベントをスタートいたします。本日司会をさせていただきます、私柳川市出身の橋本茜です。よろしくお願いいたします。さあ、今年のドリームカムツリー、去年よりさらにパワーアップしております。10万球の光がここ立花憩いの森公園を照らしてくれます。そして豪華パワーアップしたのはイルミネーションだけではありません。抽選会で準備されている景品、こちらもすごく豪華になっておりますのでお楽しみに。こちらの景品の方ですね、抽選券の方は、イルミネーション点灯後に、ステージ横のこちらのテントの方で配布いたします。さらに、3時スタートいたしましたので豚汁の無料整理券も配布いたします。こちらはちょっと後ろにあります黄色のしましまの柳川市商工会青年部のブースにて、先着100名様、先着100名様で豚汁の無料整理券の配布をしておりますので、お急ぎでテントの方に行かれてくださいね。ステージイベントの前にですね、早速落とし物が届いております。しまじろうのですね、ちょっといいですか、ぬいぐるみ、こちらのしまじろうの女の子のぬいぐるみが届いています。本部の方でですね預かっていますので、心当たりがある方、はい、こちらの方にお願いいたします。では早速ですね、もうステージ横に待機されています大道芸人のふみさんのステージに移りたいと思います。ふみさん、お願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと